どうもみなさん、こんにちは、きよけです。今回はですね、えー、っと、公式ツイッターの方で、えー、っと、クラッシュ・オブ・クランの日本版の公式ツイッターの方で、えー、クラッシュ・オブ・クランのですね、来週かな、えー、ウィザード・ウィークというものをやるそうです。ウィザード・ウィークというのは何かっていうとですね、こちらのウィザード、えー、っと、どれだこちらのウィザードがですね、えー、生産時間半分、そして生産コスト半分になるという週らしいです。えー、っとねですね、まあ、4分。 でエリクサーが何、まあ、?1700 ぐらいうーんまあ今週、まあ、クラン戦を今週来週か来週クラン戦を控えているクランとかであれば結構嬉しいお話かなと思うんですけどもまあ個人的には私はババアチャーしかやんないんでね資源集め資源集めがっつり相手の村を100%取りに行くってことはほとんどないんでまあそんな嬉しくないというかまあクラン戦の時にちょっと資源が 楽になるかなぐらいなんですけども、まあでもね、これお祭りですからね、クラッシュオブクラウンの運営さんがね、ちゃんとこうクラッシュオブクラウン盛り上げてくれるということで、もうありがたい話ですね、本当に。えー、ということでね、えー、今週、来週か、えは、ー、ウィザードウィークということで、まあこれからね、バーバリアンウィークとかあってほしいですけどね、アーチャーウィークとか、そういうのがどんどんペッカウィークとかあったら結構面白いそうですよね。はい。とういうことで、今回は、えー、ウィザードウィークが来週、 まあ、ちょっと後日控えてるよ。という話でした。ご視聴ありがとうございました。